アンリ三世に切りかかるジャック・クレマンジャック・クレマンは、ブルゴーニュ出身のドミニコ会修道士で、フランス国王アンリ三世を殺害したことで知られる。フランスのカトリックとプロテスタントとの宗教戦争が行われていた1588年12月23日、国王アンリ三世は勢力を強め国王に対して、脅威となっていたカトリック同盟の首領をギズコー・アンリを暗殺した。 この暗殺をカトリック陣営は激行し、パリ大学とパリ高等法院はアンリ三世を国王,王とは認めぬと宣言。ローマ教皇もアンリ三世への波紋を宣言する。カトリック陣営によってアンリ三世に対する様々な抽象が行われた。カトリック陣営を敵に回したアンリ三世はユグノウ陣営の名腹をアンリと手を結ぶ。 アンリ三世に対するカトリック教徒の敵意が高まっていた。1589年8月1日の朝、ジャック・クレマンはサンクルーに滞在していたアンリ三世に越見を求めた。寝床にあったアンリ三世はこれを認め、8時にクレマンと越見する。アンリ三世がクレマンから手渡された書状を読もうとした時、クレマンは隠し持っていた担当を取り出して、 アンリ三世に襲いかかり、秘臓のあたりを突き刺した。クレマンはその場で護衛に殺されて、体をバラバラにされた。背後関係は不明である。アンリ三世は、重体となり、助からぬと悟ると、ナバラ王アンリを死の床に呼び、彼にフランス王位を託した。8月2日午前3時に、アンリ三世は放御し、バルワ朝は断絶した。ジャック・クレマンの遺体は、 カトリック教徒たちの生遺物にならぬよう焼かれて、灰にされた。ナバラをアンリンがアンリ四世として即位し、ブルボン朝を開くことになる。ありがとうございます。